はい、こんにちは、スペインの、パンプローナの牛追い祭りに行って浮かれているアチョバです。よろしくお願いします。今日はですね、スリ天国大変ヨーロッパについてお話ししたいと思います。というのもですね、1週間前ぐらい、2019年の、7月ですね、スペインに旅行に行ってるんですけども、まあ、総勢で90人ぐらいですかね、で90人ぐらい行ってる中で、スリに会った人が3人、置き引きに会った人が2人、それから友達の友達なんですけど、同じ時期で、置き引きになった人が1人で、まだ残ってる人が1人いるんですけど、その人も、まあ、スリの、未遂になったということで、ものすごくスリが多いんですね。で、なぜこんなに多いんだろうと思うということで、今回ちょっと調べてみました。で、まずどんな状態かというとですね、みんな、斜め掛けのですね、バッグを後ろにかけてとかかけたりとかしてですね、一人は、公園を歩いていたらスペイン、マドリッドですね、知らないうちに、チャックが開いていて、すられていたと。で、もう一人はですね、これはこれも同じような形ですね、斜め掛けというか後ろにポーチみたいな形でバッグつけて、この人結構、昔ボクシングとかやってたりしてですね、結構機敏な方なんですけども、その人もですね、知らないうちにやっぱり亡くなっていたと。それから、置き引きというか、まあ、パスポートをなくしてしまった人もいますし、それから、レストランですね。で、結構ちゃんとした高級なレストランで、隣の席にですね、日本のようにカバンというかリュックサックに、財布と、それからパスポートと入れていったら、気がついたらですね、リュックサックごとなくなっていたと。で、しかもしっかりしたちゃんとしたレストランだったんで、我々もものすごいびっくりしたという形ですね。それから、未遂についてはですね、誰か知らない人が後ろからずっとついてきて、怖いので逃げたとかですね、それから、もう本当に未遂ですね、紐をつけてたので助かったけども持っていこうとしたのは、というレベルの未遂であればですね、何人もいます。で、結局その後ですね、みんな、警察に届けに行ってるんですけども、警察の方ではですね、まあ、特に日本人が多かったみたいですけれども、行列ができていて、そこでですね、もう一人何人も行列になってるんで、もうみんなパスポート盗まれた、財布盗まれたって言って、みんな大変ということでですね、かなり、多いというのは実感できました。はい、結構ですね、今回行ったのはスペインで、事件あったのはマドリッドとかバルセロナとかが多いですね。それから聞いた他の友達で聞いてるのは、パリとか、ロンドンとかでもちょっと聞いております。はい、なんでこんなに多いかなんですけども、今、その前にですね、ヨーロッパでスリに注意が必要な都市ということで、挙げられているところですね、これインターネットの方で、まあ、拾ったりとかですね、あるいは聞いたりとかした話で、今言ったスペイン、バルセロナ、マドリッド、これはかなり、有名ですね。それからイタリア、ローマとかフィレンツェとか観光地がやっぱ有名なんですね。それからパリ、それから、オランダのアムステルダム、それからギリシャのアテネなんていうところもですね、治安全体はいいんですけども、軽犯罪、置き引き、スリ系はですね、結構注意しなくちゃいけない都市と言われています。で、なんでかってことなんですけども、これですね、ちょっと分かりづらいんですけども、EU、ヨーロッパの方でですね、出ている失業率のマップです。で、この、濃い色のところが、17% ぐらい、赤い、2番目に濃いところがですね、まあ、15% ぐらいの失業率ということで、これを見て分かるようにですね、一番濃いのが、ギリシャ、さっき出てましたけどギリシャ、それから2番目に濃いのがスペイン、3番目に濃いのがイタリアとかですね、この辺、オランダとかも入ってますね。という形で、やはり失業率の多いところがやはり多いということになっています。で、特にですね、スペインとかギリシャというのはですね、若者の失業率が 40% とか 60% とかと言われています。それからですね、まあ、移民の問題、日本と違ってですね、みんな、あちらの方は陸続きなので、
まあ、あの民族の問題で避けては通れないところなんですけども、ジプシーの問題とか、もしくはですね、北アフリカとか中東とかも近いので、そちらの方から流れてくる人たちを受け入れざるを得ないという、移民の問題もあります。で、失業率がですね、そもそも高い中で、どうしてもですね、不法の移民の人たちというのはですね、後回しになってしまう。特に若い人たちが後回しになってしまうので、もう食うに困って、やはりですね、軽犯罪罪とかに手を染めてしまうという問題があるので、なかなか減らないですね。それから捕まえてもですね、不法、そもそも不法移民だったりとかするとですね、国の ID とかがないので、捕まえてもその後どうしようもないということで、まあ、口で警察で、今回もそうだったみたいですけど、諭して、また話してしまうということで、治るというか、少なくなる傾向はないということになってしまいます。ということでですね、今回の学びと進めなんですけども、日本は本当治安がいいです。毎回、旅行に行って帰ってくると、やっぱ日本でよかったって毎回思いますが、やはりですね、日本に慣れきっていると、危ないです。現地の人も、注意する、油断するとですね、やられてしまうというぐらいなところなんで、日本と違うというのは、注意してください。それからですね、今回、やられたメンバー結構ですね、旅慣れしてない人がやっぱり多いですね。僕なんかはですね、おすすめかどうかわかりませんけれども、財布はもう最近は持ち歩かないか、もしくは盗まれてもいい財布を持っています。ほとんどはですね、マネークリップで止めて、カードも全部持つことはしないでですね、カード全部なくなっちゃうとですね、その後の旅行がかなり辛いものになっちゃうので、まあ、持っても1枚か2枚だけ持って行くというような形にしています。で、パスポートもですね、どうしても必要なケースでなければですね、コピーや、写メを取って持ち歩くということになるとしています。事件に遭ってしまうとですね、その後ですね、警察に行って、行かなくちゃいけない。それパスポートなんか取られちゃって、最悪ですね、普通で大使館の空いてる日、1日か2日足止めを食らって、最悪はですね、パスポート出るまで海外に出る、国外に出れないってことにもなってしまいますし、お財布とかカードを止めるのも大変だしですね、ないとなかなか旅行できないっていうことになっちゃうので、こういうのをですね、気をつけて、ぜひ行ってみてほしいと思います。というわけで、今回アチョバの学びでした。釣りに気をつけましょう。はい、今日はありがとうございました。